数年前の出来事ですえー、当時30代のめぐみさんという都内のテレビ局にお勤めの女性が、まあ、仮のお名前なんですけれども彼女ちょっと訳あって家賃の安いアパートに引っ越したんです。そのアパートというのは板橋区の方にありましてとても古い建物で。 住んでみたら、まあ、住み心地がいいとは正直言えませんでした、えー、間取りは湾形とても狭いんですね周辺の治安もあまりよくない引っ越したのが春だったんですけど次第次第に夏が近づくにつれてアパートの周辺に痴漢に注意というような立て看板を 見かけるようになったんですめぐみさんのお仕事帰りが夜遅くなることが多くて時間もやや不規則でちょっと怖いなと思ったもので彼女は人感センサーを玄関に取り付けることにしたんです。侵入者があるとブザーが鳴ってランプがつくんですよ。 まあ気休めかもしれないなと思いながらめぐみさんそれを玄関の内側につけました初夏の頃早速人感センサー取り付けたその翌朝と言っていいんでしょうかまだ夜明け前と言っていいような5時にもならないような時間帯です 彼女眠っておりましたらまあ大音量でブザーが鳴りましてはっと目が覚めたすると人感センサーのランプがついてるんですよ。うわっんだ、まあ、びっくりしちゃいまして恐る恐る起きてみた明かりをつける玄関の方に行く何にも異常がないみたいおかしいな 誤作動かなと思ってでまあ人感センサーリセットしましてもう一眠りできると思ったのでまたベッドに戻ったすると今度はウトウトと仕掛けた途端にピンポーン玄関のチャイムが鳴ったんです、まあ、何しろ古い建物で セキュリティがしっかりしてるとは言えないような作りですエントランスに鍵がかかるような作りにはなってない外階段を上がってきて誰でも玄関の前にすぐに立ててしまうあ、誰か来た時計を見ると午前五時でしたさっきベッドに戻ってからいくらも立ってないんですね いくら何でも誰か来るには早すぎる。なんだろう。玄関のとこ行って魚眼レンズから外を見ると誰もいない。試しに。どなたですかとドアの内側で声を張って呼びかけてみるけれども返事がないんですね。怖いのでチェーンをかけたまま。 薄くドアを開けた人の気配はない、はあなんだろうもうすっかり目が覚めてしまいました仕方ないな今日会社から帰ったら人感センサーもう一回ちょっと点検してみよう、まあ、そんなこと思いまして仕事に行った。 仕事が終わって帰ってきて人感センサーを、まあ、点検したんですねでまあ試しに鳴らしてみたりしてやっぱりね何の異常もないんですおかしいなあたまたまだったのかなあれ今度は大丈夫だろうまあそんなこと思ってそして寝たんですよ ぐっすりと眠った突然何の前触れもなくガターンと崖から落ちたような墜落したような衝撃を全身に感じてあぁと目が覚めましたまあね、皆さんもそういうことあると思うんですよ私もたまにあります寝入り場のなんかに多いかなと思うんですけど と墜落したような感じがする。実はね錯覚なんですけどね、まあ、そんなことだろうととっさにめぐみさんも思ったしかしまぶたの裏が明るいんですえ人間センサーのランプがついているブザーが鳴ってるんですブーブーブ,ーブー 何だろうと思う間もなくミシ彼女のそばで床がきしみましたえっと思った瞬間にはもう足首をむずっと何者かにつかまれたまあほとんど無意識にですね反射的に足を蹴って、まあ、逃れたしかし 手が追ってくる足をつかむベッドに乗りかかってきて彼女の体を押さえつけようとするベッドから転がり落ちるまた追ってくる下半身にのしかかってくるこの体重この力明らかに大人の男のものなんですえええに何何 人感センンサーのランプがいいているオレンジ色のランプでこれがくる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 と中で反射板が回転しましてね目まぐるしく部屋を照らす人がいたら分かりますけれども姿が見えないんですよしかし明らかに人間の気配と体重それからほのかな体温まで感じさせて。 目に見えない男が彼女に迫ってくるんです、ま、肩をわしづかみにされまして床にねじ伏せられるそれをまたなんとかもがきにもがいて逃れるそうこうするうち、ま、コーナーに追い詰められたああもうダメだ,めだと思って彼女は手足を縮めてじっと。 まあ、とにかく目をつぶって、石のように丸まった。するとそばで、荒 <laughs> <laughs> い息の音がして、ミシッ、ミシッ。男が立ち上がって、どうやら。 きびを返して玄関の方に去っていった人感センサーが再び反応してブー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 ,ブー,ブー大きい音で鳴りましたそして鳴りやんで気配が消えました めぐみさんはまあなんとか気を取り戻して部屋の電気をつけた玄関の鍵は閉まってましたチェーンもかかっていた一体どういうこと何があったのでもこう足首や肩やね 男につかみかかられたところ押さえつけられたところにまだ感触が残ってるような気がするほど非常に生々しい記憶まいいあったのか、まあ、彼女は非常に恐ろしかったのでこの出来事をメモに書き留めましてまあその後ねちょっとね この部屋について調べてみたんですよすると分かったんですね1990年の頃のことですこのアパートでどうやらめぐみさんの部屋でです男性の斬殺死体が見つかりまして その部屋の借り主の女性が失踪していたという事件があったんです新聞でも報じられましてねまあ、テレビのニュース番組なんかにもまあ、情報が出たと思うんですよその部屋には遺書が残されてましたこの遺書というのは失踪した部屋の借り主の女性が書いたものでした 私もお父さんの後を追います。でも私がお父さんを殺すなんて夢にも思いませんでした。あの世で二人でやり直そうね。とこんな遺書だったそうで後にこの女性は青森県で 受水自殺をして溺死体で発見されたということなんですよ。めぐみさんはたまたまこの女性と同い年だったようですよ。ではあの姿の見えない侵入者は一体誰だったのか皆さんもうお分かりですよね こんな話を聞きました、はいえー、実はですね、えー、このアパートについて私詳しいことを以前は知らなかったんですが、えー、去るイベントで北野誠さんや潮来28号さんとご一緒したときにこの話をちょうど取材した直後でちょっと披露したんですね。 するとあのお二人が言うにはそこはあそこに違いないと思い当たら節があると言うんですであるこうまあ飛び降り自殺なんかが多いことでよく知られる団地のそばの古いアパートなんです団地の中ではないんですがすぐ近くなんですねそのアパートでそういう事件があってそしてそこに事件の後に芸人さんが住まわれたそうなんですよ松原谷さんじゃないですよ。 ええ、違う芸人さんなんですがある芸人さんがこちらに住まわれてそしてあの数々の怪奇現象を体験して、ええ、少し、ええ、精神状態が悪くなってしまったというようなことがあったそうなんですね。ですからあの一部でではよよく知られたたアパートだったようなんです私は全く別口からこの話を聞いてあの非常に驚きました。 実はそのアパートを今ででも建ってるんですよだからまたどなたかお住まいになって霊感のある方だと何か怖い目に遭ってるかもしれないと思うんですよね。